今日誰入んだろうなみたいなのがまだ見ぬ未来のスターを探せという、それ行きましょう、それ感じでございます。いやでもセンターって誰しかいないんだよね、絶対絶対入る。ようこそニラ恋のゲイ、はい、ということで、もうこれもレンちゃんで、はい、撮影していただいております。楽しいです、楽しいです、うん、やっぱ佐野のねと撮影するとやっぱ楽しいよね。まあ、ないつもお前一人で俺孤独に撮ってるからさ時にはなんか相手してよみたいなね、はい、感じでございますが、はい、今日のテーマは何でしょうか。今日のテーマはですね、これズバリなんて言うのかな、まあ、つい最近エイトネーションズっていうね発表されまして、僕たち的にはテンションはすごく上がったと。もう最高だよね。いうことで、日本代表の試合が毎週見っていうか、もうすごいペースで見れるっていう感じだよね。すごいペースで見れます。うん、僕もニュースで見たんですけど、うん、4週連続でございます。うん、4週連続で、やられるので、11月7日が、1回空いて、その次の週からですかね。だからスコットランド、はい、イタリア、はい、フランス、はいとかですね、日本のグループはもうすでに決まってまして、今言ったところですね、うん、スコットランド、フランス、イタリアっていうところに入って、うん、そこでまず3試合をすると。で、最後に、1位同士、2位同士、3位同士みたいなのをやるので、ね、合計4試合ですね。いやもうさ、もうここで1位取ってもらわないと困るよね。確かにこの組み合わせは、なんかまあ、うん、イングランドとウェールズ、アイルランドが向こうに行っちゃってるそうなんですよね。そうなんですよね。でもまあフランス強いけどね。強いです、もちろん強いですし、あとはもうやっぱ因縁ですから、やっぱスコットランドバチバチでしょうからね。もうさ、スコットランド絶対いるよね。もうジェイミー・リッチやばいんじゃないですか。そうだジェイミー・リッチやばいんじゃないですか。すみません、この前動画で思い出せなかったジェイミー・リッチ、はい、フランカ超やばい。かあいつやばい、うん、まだ23とかっすからね。もうやばいやばいっすよ。もうちょっとね、でももうワクワクしかないね。ワクワクしかない、うん、というつながりです、ですね。日本代表誰入んだろうなみたいなのがちょっと気になってますね。でもね、ちょっと今の段階で予想できないよね。今の段階で予想はできないので、まあ、ちょっとそこ絞らせていただいて、うん、何せもううちのミラコイの部屋のシリーズ企画といって、まだ見ぬ未来のスターを探せというシリーズを、もう今 15?6? 16でございます。結構と結構取ったよね。そう、最初はまだ3人とかそんな感じだったんですけど、まさか続いていくとはって感じ。積み上げしかも16で、もうまだ全然いるからね。そうなんですね。でしかもまあこの前その動画でも、なんだろう、釈明されてましたけど、うん、梶村選手が未来、まだ未来のスターに入ってないとか。そう、もうね、ちょっとね、そこはねどうしていいか分かんないんだよね。あれ、キャップ1だとどっちなんのみたいなとか。まあそうだよね、はい、とか。梶村君はでも、まだ見る未来のスターを探せシリーズに入れなきゃいけなかったのかな。どうなんだろうな。どっちでも大丈夫だと思うんですけど、ただそれも含めて、うん、まあ、そのシリーズで、まあ、16人今ね。いやでもね、これね、本当に決めれないと思うよ。うん、じゃあ、そっか、でもちょっとじゃあ、思考を変えてとか言い方を変えて、まだ見る未来のスターから何人入りますかねみたいな。行きましょうそれ行きましょう、それ感じでございます。佐野、それいいね、それ。いいですよね。まあ言ったらどうしよう、この話、どうしよう、ざっくばらんしすぎるなとか思ってたんだけど、はい、あそうかそうか、俺の撮った動画の中の選手がどうなのかっちゅうことね。もちろんまだ他にもたくさんいるんですけど、その言ったらまあちょっとキリがないので。ああなるほど。まあ今までこのまだ見る未来のスターを探せシリーズで、しかもこれね、頭に実はちょっともう最近省略してるんですけど、うん、2023年ワールドカップに向けて、うん、まだ見る未来のスターを探せシリーズっていう題名なんですよ。そうだね。なのでまあ、まずはその手始めとして、うん、新生ジャパンの指導のとなるエイトネーションに向けて日本代表に入りそうな。そうだね。ところっていうところでちょっと振り返りたいなっていう。ちょっと振り返ろうか。思います。てか俺もね、誰取ったか覚えてないっていう。覚えてないね。じゃあ どうしましょうか。一本。まあ一人目からどんどん。パターンからちょっと行ってこうか。行ってきましょうか。まあ、一人目誰だったの？記念すべき第1回目です、ね。うん。ディラン・ライリー選手でございます。ストーバークじゃなかったんだ。ディラン
あのよく動画でストーバーク選手とかって言ってますけど、いやストーバーク選手は1本目でもなければ2本目でもない。ディラン・ライリー最初だったんだね。ディラン・ライリー選手ですね、パナソニックワイルドナイツの、センターを務めて。いやでもさ、これ本当に、はい、日本人あじゃなくてもう本当に資格があるんだったら、はい、いやマジであの本当に入ってくんじゃないの。だってディアリエンディとコンビ組んで多分異常に上手くなったと思うよ、はい、多分それはほらラファエレがさ、はい、ダンカーターで引き上げられたのと一緒で、もうディアリエンディとのコンビを組んだディラン・ライリーは、はい、ちょっとやばいよね。あのスピードと強さとうまさ、もうこれ入ってくる。いやでもセンターって2人しかいないんだよね。そうなんですよね。でまあその皆さんの言うところで言うと、まあ、ディアリエンディ選手がいたところ、まあ、抜けましたけども、この前の動画で触れましたが、ハドレー・パーク選手が、ね、来るしね、ウェールズ代表の選手が来るっていうことで、またここも吸収できることがあると。まあ、ただそのね、いきなりまだ入ってきたばっかだから、はい、チームに馴染めるかどうかっていうのはあると思うときに、やっぱりセンターディラン・ライリーはやっぱ中心になると思うね。いやもうすごい、もうね、山沢兄貴とかもやっぱやりやすそうだもん、ディラン・ライリーとコンビ組んでるのが。はい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 、そうなんだ、記念すべき第1回ディラン・ライリーなんだ。ディラン・ライリー選手なんですよ。なるほど、入ってくんじゃないでしょうか。入ってきますかね。入ってくんじゃないでしょうか。でもまあオーストラリア代表にはなってほしくないな。うん、な、ダメ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 、オーストラリア今ちょっとあのユニオンちょっと人気ないから、そう、こっちこっち、はい、そっか、オーストラリアの資格なんだよな。で、まあパート2いきましょうか。としてがパート2がストーバークと見せかけつつ、え、まだストーバークの違うよ、嘘、マジ俺何やってんの俺。パート2が東芝のですね、塩根ラベマイ選手でございます。渋い渋すぎる。はい、東芝の、ロックフランカーですね。なんかね、なんで取ろうと思ったかっていうと、はい、多分開幕戦かなんかだったと思うんだけれども、はい、トヨタかなんかの試合で、はい、半端ないジャッカルしたのよ。はい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 、でもうこの選手やべえと思って調べ出したの。ああ、この選手絶対入ってくるわみたいな。あ、塩根ラベマイ選手2人目。そうなんですよ。あ、東芝。はい、東芝です。で、まあ、その時の当時のことをまあ振り返る と、うん、開幕戦ですね、トップリーグ、ね、2020の開幕戦のサントリー戦でトップリーグデビューを、サントリー戦か、デビューしたっていうところで、うん、ただその前半29分のサントリー の、その石田選手が退場してしまったシーンの、うん、まあ、それをまあ引き出した選手。ああ、まあそうだね、ということで、まあ、選手間での投票による MVP も、ラベマイ選手だったということで。でもあれ、デビュー戦だったんですよ、トップリーグの。でもさ、はい、あの、バックロー簡単に1票上げていいのかな。いやどうなんですかね。いや、でももちろん選ばれてもなるほどって感じなんで、もう本当にジェイミーさん、誰を選んでくるんですかって話ですけど、塩根ラベマイ選手は入る可能性全然あります。で、あれですよね、多分ここちょっと補足だけお伝えしておくと、うん、多分当然そのスポットってなると、その言ったら30人か39人とかだったと思うんですけど、うん、多分なんかそのトップリーグが、まだ試合があった頃って、うん、7月とかにテストマッチとか予定されたじゃないですか、うんうん、だからどうやらもうあの試合が、まあ、止まる前の時点で、うん、もうなんていうんですかね、そこに向けて候補をそのラグビー協会が練ってるみたいな、どっかで見たんですよね、僕も。で、それが多分なんか4,50人の候補まで絞って、そうなんだみたいな感じだったんですよね。ってなると、まあ、4,50人の候補に、まあ、入ってくるか来ないかみたいな感じですね、最初はね。いや、まあ、それも実際そのエイドネーションズに向けてそのどこのタイミングで発表があるかっていうのも、まあ、今一切、まあね、あの公式リリース出てないかなんとも言えないんですけど、バックローもちょっとセンターが、いやいや、ちょっとね、熾烈ですけどね、相当。スーパーラグビーの今バックローも大変なことになってるんですけど、はい、ニュージーランドも、はい、日本も大変なことになってるね。あ、そうですよね。いやだってリーチ、だってもうさ、ラブスカフにリーチマイケル、はい、姫野でもう十分なわけじゃん、はい、だけどだってナイアタとかもいるでしょ、ここ最近取った人で言うと。いやでもナイアタはもう確定は、いや俺確定だと思う、ナイアタはさすがに確定だと思う。今年のあれで、うん、その今年の年末のあれに
選ばれないっていうことは、その あの活躍で選ばれなかったら、ちょっと何か違う面で問題がない限り、ね、ちょっと考えにくいっていうのはありますけどね。いやー、まあでも、だから、ラベマイは、ナイアタよりはもちろん、あの、内定度は低いけど、はい、でもいい選手だよ、本当に。そうですね、あとはだから結局、まあ、僕もすごいにわかなので、うん、その勝手に期待してしまうのは、東芝に、いてでまだ若い状態で逸材じゃないですか、うん、でそこにやっぱりそのリーチマイケル選手の横でこう、うん、あの東芝練習とか選手を伸ばすっていうところで、まあ、定評のある東芝っていうところでどう成長していくかっていうところが、うん、まあ、注目ポイントですね。今すぐにっていうよりはもっと伸びるんじゃないかっていう、もうちょっと後か、いや、もう分かんないですよ。もうでもその成長度も買われてすでにもう経験積ませる可能性ももちろんありますしね。うん、塩でラベ前熱いよ。熱いですね。もう全然アクセス来なかったけど、みんな興味ないかもしれないですけど、絶対もう当確したらもうちょっとマジで三浦ドヤ顔しますから。っていいと思います。はい、ということでこれは、ナンバーパート2だったっていうところですね。そして、うん、パート3にようやく、皆さんが最初に撮ったと思ってたマイケル・ストーバーク。俺1本目だと思ってたんだけど3本目なんだ。3本目です。マイケル・ストーバークはただちょっと気になるのがさ、スーパーラグビーのオーストラリアで出ちゃってるよね。出てますね。出てるね。はい。まあでもね、そっちいまいち活躍してないんだよね。やっぱ日本代表じゃないと。あったんすかね。まあなんかやりにくいとかあるんすかね。ああ、合うと思う。だから相性は合うと思う。はい。いやでも、ごめん。トンプソンの後はもう、俺もうストーバークだって。もう決めてますか。もうこれ、ストーバークは絶対入る。絶対入る。入ってほしいな。あのね、なんつうの、サンウルブズでの活躍やばい。やばいですね。やばい。でもう一度言いますけど、身長2メートル4センチ、体重120キログラム。来た。日本代表のロックポジションに。いやいや、もう南アフリカなんじゃねえのみたいな感じぐらいの。ぜひとも。ぜひともお願いします。全然、あの、それその体格であの走りですから、ね。くっそ走るからね。しかもあの体張る感じとかも最高。もう最高です。最高ですけどね。いいね。という感じで、まあ、マイケル・ストーバーク選手も結構もう情報も多いので、まあ、ごめんなさい、なんか、外国人選手ばっかだね。まあでもそうなんですけど、でもこっからあだんだん日本人も出てきます、ね。あ、なるほど。じゃあパート4。パート4がですね、武田義澄選手ですよね。なるほど。はい、武田くんね。はい。近鉄ライナーズですね。近鉄ライナーズの。トヨタを辞めたんだよね。はい。あ、そうか。それで辞めてサンウルブズに行って、近鉄ライナーズの発表があった直後ぐらいに取ったやつですかね。うん、もうお父さんはね、五世の監督であるね。はい。いや、もう。なんかね、生き方がかっこよくて、うん、この動画撮ったね。そうですね。やっぱりなかなかやめれないもん。うん、あのやっぱり皆さんもここでおっしゃったところとしては、うん、やっぱその皆さん自身も決して真似できないと思った決断の裏側っていうことで。そう、もう俺がトップリーグプレーヤーになれなかったんだけど、うん、もうなったとしても絶対できない。はい、すごい。そういうところで、まあ、そのエピソードも。まあ、帝京大の同期である中村亮斗選手もう、ね、との、まあ、相談エピソードとか、まあ、ただね、すみません、自分で取っといてなんですが、はい、ウイングフルバックはまたこれまた佐野さん贅沢三昧なんですよ。そうですね。まあこの年齢の的なところで言うと、まあそうなりますよね。まあだから、まあどうだろうね。もちろん全然、ゼロってわけじゃないと思うんですけど、あの周りがすごすぎる。そうで特に、まあ、そのこの年代でいうとウイングとかだと、まあ、僕の大好きなラケ選手とかもいたりとか、まあね、ベテランだけども、ものすごく能力もあるし、でも、あの新人 の, あの竹山君、はい、しかの福岡選手がいなくなった竹山、あとやっぱね、はい、あの早稲田の古賀選手の評価が異常に高いね。やばいです ね僕も随時チェックしてますけど、もう全然なんですかね、その身内だけじゃなくて他の選手からも一目置かれてますね。らしいね。なんかなんだろう、もうこれからトップリーグ入りしたその岸岡選手とかサイドナウト選手とか、あそこら辺も結局なんか自分のハイライトとかに古賀選手出てくったりするんですけど、自分がいいプレー風に映ってるけど、これすごいの古賀選手だからねみたいな補足をつけたりとか、これ結局自分のハイライトみたいに映ってるけど、これ古賀くんがすごすぎるみたいな、なるほど、ね、っていうのもよく出てくるんですよ。
あ、やっぱちょっとすごいんだなって。だから小涌君はやっぱ来んじゃないかなみたいな、はい、っていうのと、あとこう別に弁明するわけじゃないんですけど、やっぱこの再始動のジャパン一発目じゃないですか、うんうん、でやっぱその3年後っていうことを考えると、どうしてもその前回ワールドカップ組プラスその若いやつ、若い名王っていう風になった時に、どこまでその20代後半30代の選手の新しい顔ぶれを入れるのかも。まあでもそれは本当そうだよね。そこはちょっとなんていうんですかね、もう本当多分単純に能力だけの比較じゃなくなってくるのかなみたいな。山君は入ってくると思うし、古賀君も入ってくるような気がするな。まあ、そういうところもちょっと注目のところであると。まあね、でもウイングフルバックは本当に贅沢三昧だからね。贅沢三昧ですね。まあ、ただ強いて言うとフルバックがいない。あのね、ウイングなんかその足が速くてそのトライ取れるっていうんじゃなく、やっぱフルバックってそのボーデン・バレットしかり山中選手しかり、やっぱ後ろのスタンドオフみたいな感じをやっぱ誰ができるのかなってことになってくると、フルバックはちょっともうなんか再考する必要あるっていうか、結構じっくり考えた方がいいんじゃないかなって感じはするね。まあ、これは他でもうちょっとね、具体的にもうちょっと違うところで時間取って話したいですけど、まあ、松島選手のフルバック起用もあったりとか、ただ多分そのもう監督ですね、ジェイミー・ジョセフと松島選手の中でそのトップ14でやっぱリーグの期間が長いんで、単純にその日本代表にこう来る期間っていうのが短くなってしまうけども、うん、それはもう了承済みっていうことで、うん、まあその本番に対してどういうどこで起用していくのか、もしくはトップ14の、とこでどっちの、まあ、どこのポジションでプレーするか。まあでもなんかちょっと年いってるけど、ちょっと山中選手の代わりのフルバックがあんまり見えねえな。ウイングはいるんだけどね。そうですね、なんかあのにわかの勝手なイメージで言うと、トップリーグを見ている中だとなんかこの日本人フルバックやばいなみたいな感じの人はなか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 いないよね。はい、ウイングはいるよね。はい、なんかつまり、まあ、皆さんがおっしゃる通り、山中選手の代わりになるような日本人フルバックってなかなか見えてこないなっていうのは正直。まあそうだよね、あります。正直あるよね。今まで起用されてないだけで、まあ、にわかの僕たちが試合の中で見れてないだけかもしれないんですけど、そこがなんかこう出てきてほしいかもっていう思いはありますね。そうだね、確かに。はい、ということで次の5人目に、はい、5人目いきますと、これもう全部無理だなこれ、うん、そうですね、うん、バックロー大してません。バックローの大状態ぶりがやばいんだけど、ナンバー8、逆にすみません、あのジェイミーさん教えてください。どうやって決めるんでしょうか。確かにそれはマジで興味あります。本当にセンター、あーやばい。